も皆さんこんばんは、ごはんです。さあ今回はゴリラが背中に尻尾を張ってくれるゲームで遊んでいきたいと思います。私ね、このゲームね、まだどんなゲームかわからないんですよね。たまたまね、ストア覗いたら上位のね、ランキングに食い込んでいたので、今からプレイしていきたいと思います。プレイでいいのかな。ゴリラが背中に尻尾を張ってきますと、張られる瞬間にガードボタンをタップしましょう。ゴリラの動きはどんどん速くなってくるので注意しましょう。タイミングよくタップできなければゲームオーバーです。どういうこと？今から尻尾張ってもらうんだよね。やっていきましょう。ちょっと待って、どういうこと、どういうこと。怖いんやけど。ガード、あーあ、嘘ねえ、ツッコミどころが多すぎるんだけど、湿布を貼ってもらうのをガードするゲームじゃん、これ。しかもさ、服着てるって湿布も貼ってもらう姿勢じゃないよね。待って、なるほど、来るぞ、ギャッ、オッケー、お、わーなにこれもう一回、3回ぐらいガードしたいな。これなんかフェイントっぽいね、動きしてるからね。いいよいしょ、オッケー、いいよいしょ、オッケー、いいよいしょ、オッケー、笑えるんやけど、いいじゃん、いいじゃん、オッケー、いい、お、うまいんじゃん、うん、いいんじゃない、うわーなこれもう一回、なにこれと言いつつ癖になるな、これ、うん、いい、よいしょお、いいんちゃう？あーか、早かったわすごい、マイベスト更新、ランキング今8万8位だわ。ということは、最低でも8万人はやってるってことだからね、このゲーム。おーえい、はい、ゴリラの手に注目、ういしょ、ういしょ、あ、慣れてきたかも。あー、うそー10回ガードしよう、10回ガードしよう。いいでしょ、1回目、2回目、早いな、3回目、4回目、あー、1、ほい、2、3、いやー難しい、終われん、このゲーム。1、うそー、うーよー、早いって、よー、ゴー、ふわー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 、おーやー、ちょっと待って早いんやけど。で、持ち方変えよう。もうこの際、これはオセロニア持ちでいく。よいしょ、よいしょ、これ連打してたらいいんちゃうぐらいの気持ちになってきたら、あ、オセロニア持ち強いぞ。あ、あかんわ、やっぱ5回目の壁やな。よし、5回目止められたら5歳若返る。1回止めるごとに1歳ずつ若返る。1、オッケー、2、オッケー、3、オッケー、4、オッケー、うーしょ、5歳若返った、いい、あちょっと連打やってみようか、これ。あー、でもこれなんか連打がこのスピードか。なるほど、ガードが開いた瞬間狙われる可能性があるってことね。お、連打強いんちゃう、これ。あ、連打強い、あかんわはい、ということで今回はゴリラが背中に尻尾を張ってくれるゲームで遊んでいきました
多分すごく短い動画になってると思うんですが、まあね、皆さんやってみてください。多分ね、5分も遊べばいいかなってなっちゃうかもしれないんだけど、なんかいいんじゃない、こう学校とかで、じゃあこれね、一番ゴリラの疾風耐えられた人が、あのジュース1本おごってもらえるとかさ、そういうゲームでさ。はい、ということで今回はゴリラが背中に尻尾を張ってくれるゲームで遊んでいきました。最後までご視聴どうもありがとうございました。それでは皆さん、さようなら。チャンネル登録をお願いいたします。よかったら他の動画も見ていってくださいね。